オリックス西川龍馬の人的保障で山本由伸をプロテクト福良 GM が明言。もちろんオリックス福良純一 GM63 が19日山本由伸投手25を西川龍馬内野手29の FA 獲得に伴う人的保障リストにおいてプロテクトしていることを明かした。プロテクトしてなくても広島もとなんやろ。メジャーに行く気満々の由伸ができるに行くわけないし、カープも取りに行く必要性が全くないやろ。あ、やっぱりというか当然というか、山本由伸もプロテクトしないとダメなので、もしもプロテクト外してて広島が山本由伸を選べばポスティングの移籍金が広島に入ることになるもんね。メジャー球団との交渉うまくいかない場合も考えたらカープに取られへんようにするわな。広島なら取らないでしょう。では甘すぎるのでプロテクトして当然。プロテクトしないと数十億広島に行っちゃうんだって。その分プロテクトできる人が減るのはかわいそう。本人メジャーに行きたいって言ってるんだから水を差すわけにいかないだろ。やはりプロテクトしますよね。万が一人的保障を選ばれたら何十億の損害ですもんね。入れ忘れたら70億円ほど失うのおもろすぎる。令和最大の現場猫案件や。カープが由伸取ってポスティングで由伸売り払って球団に50億入れる作戦もあるけど、さすがにしないだろうと思っていたが思いっきり警戒されとるやんけ。由伸のプロテクトは当然見方を変えれば実質プロテクトできるのは1人限度27人、有力どころが持っていかれる危険性もある。オリックスフロント未誠意が感じられて大変嬉しいです。これ仮にプロテクト漏れで保有権が広島に移譲された場合、広島がポスティングを断ることもできるって認識なんだけど合ってる？ポスティング資金が広島に行くことになるから、そりゃプロテクトはするやろ。笑い。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。